今日はセリアで1000円分買ってきたものを紹介するよ。はい、皆さんこんにちは、ももがチャンネルです。はい、この動画が公開される頃にはもうテストが終わってると思うんですけども、期末テストね。こちらのももがさん、どうです様子は？最悪でした。じゃあちょっと今未来変えるためにもうちょっと勉強しておきますね。まあこのね、撮影が終わり次第テスト勉強を始めたいと思うんですけど、なんか皆さんおすすめの勉強法とかありますか？なんかうちね、もう全然集中できなくて、いつもね、なんかぼーっとしちゃうんだよね。何すればいいのか分かんないっていうか、なんかいい勉強方法とかあればぜひコメント欄で教えてください。なんか集中する方法とか特にあったら教えてください。まあまだね、テストまで2週間以上あるので地道にね頑張っていきたいと思います。というわけで本日はですね、セリアで私が1000円分ね、まあ約9個をね選んできたので、そちらを紹介したいと思います。じゃあもう早速1つずつ紹介していきます。で、なんか今回セリアさん、なんか袋がね、ただのまっさらな袋だったんですよ。もうね、セリアさんのロゴとか何も入ってない、ただの白いビニール袋でした。はい、じゃあ紹介していきます。まず1つ目はこちら、バーノートたちですね。まずこっち、はい、こちら A4 のスプリングノートです。はい、まあこれは普通にいろいろ仕切りがあって、こんな感じですごいいい感じ、教科ごとに色が変えたりできるような、すごいいいやつですね。かわいい。私結構ね、ノートはリングタイプ派で、これもね、リングだったので、こちらにしました。で、こちらのインデックスがね、動かせるんですよ、こうやって。こういう風になってて。だから仕切りのね、量とかも変えたりできますね。で、これ普通のやつよりちょっとちっちゃめの A5 サイズなんですけど、まあちょっと大事なものをまとめたりするように使えたらなって思います。で、次こちらもノートですね。これもこのリング型の PP カバーツインリングノートです。はい、こんな感じ。もうこれは本当にシンプルに表紙も白くて可愛いし、この横の線のうちが好きなノートの形だったのでね、こちら選びました。次。はい、というわけで続いてはこちら。はい、チュッパチャップスシリーズですね。はい、でね、なんかシリーズで色々出てたんですけど、まあ、店内の良さはこんな感じ。で、その中でもちょっとこちらの3点選びました。まずこちら、缶バッジ風ミラー。うちこれ完全に最初缶バッジかと思ったんですけど、こんな感じでね、缶バッジの形した鏡になってますね。コンパクトなのですごいいい感じですね。これ結構女子たちは前髪直したりするのにコンパクトだからいいかもしれませんね。で、続いてがこちら。こちら、チュッパチャップスクリアスナップポーチ。はい、こんな感じでちっちゃいね、かわいいポーチになってますね。こんな感じ。ここになんか絆創膏とか入れてもいいかもね。なんか仕切りになってますね。で、裏も、ちょっと入る。学生証とか入れれそうだし。なんかカードケースとかにもなりそうだし、こまこましたね、なんかクリップとかも入れれそうですね。ちょっと街がある感じ。めっちゃ可愛い。この色が可愛い。薄ピンクっぽい感じ。で、こちらラスト。このチュッパチャップスのコスメケースですね。可愛い。こんな感じ。ここ取り外せんのかな？なんか取り外せそう。ほら。なんか取り外せそう。はい、こんな感じのクリアな四角の小物入れですね。こっちに絆創膏だね。こっちに絆創膏入れても可愛いかも。このちっちゃいチュッパチャップスが飛び交ってる感じが可愛いね。なんかコスメケースって書いてあるんですけど、ちょっとなんかリップとか、まあ、入れたりするのにはちょっとちっちゃい気がしちゃうので、まあなんか絆創膏とか女子力アップのものを入れたいと思います。私結構アクセサリーとかよくつけたりするんですけど、イヤリングとか入れてもいいかもしれないですね。ここですぐ外したりしまったり。はい、続きましてこちら。はい、続きましてこちら。はい、こちら、トイストーリーのロッツォのクリップキーホルダーですね。かわいい。めっちゃかわいい。で、これはあれだね、取り出し楽々って言って、鍵とかをここの下のところにつけたりして、で、なんか家に入るときとか、鍵をこうやって、あ、鍵がないってね、探さなくても済むように、このクリップで、この例えば、ポケットのところとか、内ポケのところにこうやって、
挟んですぐ鍵が見つかるようにできるみたいな紙グッズですね。まあでもうちあんま鍵使うことないんですけど、まあね、普通に持っておく分にはすごいいいんじゃないかなって思いますね。かわいいし。はい、で続きましてこちら、これもめっちゃかわいい。これもトイストーリーのランチボックス。まあ、うち的にちょうどいいサイズがなくて、大きすぎず小さすぎずみたいな、ですごい結構ちょうど良さそうなサイズだったので、こちらつい買っちゃいましたね。めっちゃ可愛くない？このトイストーリーのキャラクターたちがいっぱい乗ってんの。これ惹かれるよね。この色合いも可愛いし、中はこんな感じ。仕切りはないね。まあこれ仕切りなくても、まあ詰めてもらえばね大丈夫ということで、こちら買いました。まあ、サンドイッチとか入れても可愛いと思う。サンドウィッチね。はい、というわけでラストはこちら、じゃーん、めっちゃかわいい。はい、まずこっちシールセレクションで、次がこちら。はい、これねめっちゃかわいい。でこれ言葉の種類が他にもあるらしいんですけど、うちが見た時はねこの2つしかなかったですね。はい、まずこっちはね、なんか結構オタクの心の声をね、なんかシールにしたみたいな感じですね。なんか結構流行りの言葉とか、まあワイターとかね、いろいろあったりしますね。でこっちはなんかすごいすんごい面白い感じの速報とか新聞っぽい、なんか週刊誌の見出しっぽい感じのが多いですね。結構こんな感じでノートとかに貼っても可愛いかなって思いますね。まあ、スマホとかもいいかもね。はい、というわけで今回は私ももかがセリアさんで1000円分お買い物してきたものを紹介しました。いかがだったでしょうか。今息吸わずにやってた。やっぱこのシール他の種類も欲しいですね。また見つけたらね、まあ、ぜひなんか他にもあったよって方がいればコメント欄で教えてください。もうねほぼほぼねセリアさん何でも売ってますね。もうなんかとりあえずないなって思ったらもう100均いっちゃえば何でも揃うので。というわけで皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。ぜひ皆さんもねおすすめの商品などあればコメント欄で教えてください。それでは皆さん、バイバーイ。どこに使う？ Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.